じける光、頑張ってるローリー。じゃーん、今日は人参のクリームスープだよ。人参のサラダもあるから一緒に食べて。ビオラとお姉ちゃんの料理、いつ食べても美味しいです。ああ、絶品だぜ。この人参パスタなんか売り出せるくらいうまいぜ。ビオラートさんの料理は格別ですね。愛がこもっています。いいお嫁さんになれるよ。私が保証してあげる。本当？ありがとう。どんどん食べてね。俺様は飽きた。いつまで人参が続くんだ。美味しいじゃない。しょうがないな。はい、私のオリジナルドレッシング、特別に使っていいよ。いや、もう騙されないぞ。そんな殺人ドレッシング、人間が食えるものじゃない。美味しいのに。ビオは使う？私はいいよ、普通の使うから。フランは使う？手作りドレッシングですか。それじゃあちょっと使わせてもらいますね。どうぞどうぞ、たっぷりかけると美味しいよ。故障しているんじゃないのか。失礼ね、壊れてないわよ。ま、あんまり他人に勧められる味ではないな。好みの問題もあるし、いいんじゃないかな。リオ、貴様はリゼリアに甘すぎるぞ。もっとちゃんと言わないとダメだ。まさか何か弱みを握られて。ルキウス、変な妄想していると口の中にこのドレッシング流し込むからね。寝ている時に。バカか貴様は。寝ている時にやられたら冗談抜きに死ぬぞ。はいはい、分かったわよ。何この声。なんか上の方から聞こえましたね。あ、みんな見て、また新しい漂流物が流れてきたみたい。本当だ、今回のはちょっと大きいね。この声はまさかな。あー、見てください、レーザーが出ましたよ。危ないわね、城下町にぶつかったら大変よ。すぐに退治しに行かないとね。家のお店が壊れたら大変です。壊れたらオペーションして。うわー、大変です。銀河の平和を守るですね。ギャラクシーフロン出撃です。俺様は暗黒勇者なのに、平和のために。第7話、過去の失敗。ねえリゼリア、何かあったの？ん？いきなりどうしたの？フィオ、ドラゴンと戦った後からなんか元気ないなと思って。そんなことないって、私超元気だよ。
ならいいんだけど、悩みがあるなら言ってよ。うん、ありがとう。リゼリアさん、出発しますよ。おい、行くならさっさとしろ。今行くから待って。リオ、行こう。うん、頑張ろうね。存在感ね。予想以上に強いモンスターみたい。大丈夫です。私たちの友情パワーを集めればどんなモンスターも倒せます。ミュウも友情パワーを集めます。足手まといにはなりません。友情？またわけのわからないことを。またまた照れちゃって。ルキウスさん、あなたは自分の胸の中にある友情に気づいていないだけです。家族や友達、誰かを思う気持ちはルキウスさんにだってありますよ。そんなもんあるか。でもルキウスさんって勇者だよね。勇者じゃない、暗黒勇者だ。勇者を名乗るこだわりでもあるのか。ま、好きにすりゃいいけどよ。生きていれば人は進むべき道を一度や二度踏み外してしまうこともあります。しかし道を踏み外してもまた元の道に戻ればいいのです。ルキウスさんはこれから光勇者を目指しましょう。シャイニング勇者ですよ。安心してください。私の他に女神のリゼリアさんにビオラートさんもいますよ。みんなの愛でルキウスさんを正しい道へ導いてあげましょう。知らん。俺様の道は俺様が決めるんだ。さっさと退治しに行くぞ。ルッキー、怒っちゃダメだよ。照れなくてもいいのに。多分本気で嫌がってるんじゃないかな。ヒーローに逆境はつきものですね。やっちゃいます、やっちゃいます。ジャスティやるじゃない。ま、強く。勇者時代に使っていた剣だ。それがどうしてこんな場所に落ちているんでしょう。ルキウスさん、詳しく話を聞かせて。あれは勇者の家業を継いで間もない頃だった。手短にお願いね。ダメですよリゼリアさん、過去はじっくり語ってもらうのが礼儀です。とある町からモンスター退治の依頼が来てな。
当然俺様は勇者としてそれを引き受けた。簡単な仕事だと思っていたが、俺様は退治するのをしくじったんだ。その後モンスターは最悪なことに町に逃げ込んでしまった。どうにか町からモンスターを追い払うことはできたんだが、大勢の怪我人が出てはその責任として俺様は勇者の称号を奪われ、家族まで無能の烙印を押され、陰口を叩かれる日々が続いた。今まで何度となく助けてきたのに、たった一度の失敗で仕打ちだ。俺様はその時悟ったのだ。力がなければ勇者は務まらないのだと。この剣はモンスターを追い払う時にあいつの背中に突き立てたものだ。ルキウスさんにそんな過去が。意外とシリアスな理由で暗黒勇者になったのね。私もびっくりしました。てっきりくだらない勘違いとかでこうなったのかと。俺様を何だと思っているんだ。俺様にだってちゃんとした過去があるんだ。じゃあそのルキウスさんが逃したモンスターがここにいるのかな。何がいてもおかしくない場所だし可能性はあるよね。だとしたらどんなことをしても俺様が仕留めてやる。ルキウスさん、私たちも協力します。そのモンスターを探して一緒に倒しましょう。そうだね。ここで倒せば少なくとも新しい被害は出なくて済むしね。よし、いっちょやってやるか。貴様らには関係ない。これは俺様の問題だ。強がっちゃって。なら私たちは好きにするわ。リゼリア、そんなこと言っちゃダメだよ。きっとルキウスさんだって本心じゃないよ。私たちは勝手にモンスターと戦って勝手にあんたのサポートするからね。勝手にすればいいだろ。貴様が何と戦おうと自由だ。はーい、勝手に手助けします。逃したモンスターを倒して過去と決別しようとしているんです。勇者としてみんなから信頼されていたのに、その事件がきっかけで心を閉ざしてしまったんです。心に傷を持ったダークヒーロー。でもそれも今日限りです。モンスターを倒して過去を乗り越えたルキウスさんは真のヒーローに生まれ変わるのです。そうなんだ。だったらモンスターはルキウスさんが倒さないとダメだよね。ミユ、応援します。そうね、私たちが倒しちゃ意味がないわよね。私たちは温かく見守りましょう。ルキウスさんを信じて。うん、ルキウスさんなら大丈夫だよね。ああ見えて覚悟はあるしな。俺っちも見守ってやるかな。危なくなったら援護すればいいしね。俺様に聞こえないようにやってくれないか。遊ばれているような気がするのは気のせいか。
配が強くなってる。この近くにいそうね。大丈夫ルキウス、顔色悪いけど。無理しちゃダメですよ。平気だ。それよりも油断するなよ。邪悪なオーラです。これは気を引き締めないといけませんね。ねえリゼリア、あそこにいるのってまたあいつらなの？最近よく会うわね。しかも変な場所で。おお、女神か。お前たちこそ何をしに来たんだ？私たちはこの先にいるモンスターを倒しに来たのよ。放っておいたら被害が出るからね。城下町を心配してくれるのはありがたいが、このモンスターは俺たちが倒す。悪いけどそうはさせないから。このモンスターとはちょっとした因縁があるのよ。待てリゼリア、話しても無駄だ。ここは俺様に任せろ。犬魔王、貴様とはいずれ決着をつけようと思っていた。ちょうどいい。武器を構えろ。お前は誰だ？暗黒勇者だ。ルキウスだと名乗っただろう。今まで何度も戦っているのを忘れたか。見ろこのテンションを。ああ、寝癖頭か。寝癖ではなくテンションだ。椿、覚えているか？女神のおまけ程度にはいたと思いますけど。そうなんだ。私全然覚えてないわ。存在感がないっす。もっと俺たちみたいにキュートさをアピールしないとダメっす。っていうかテンションって何？これは俺様の気分にシンクロして動く優れものだ。かっこいいだろ。ダサ。あんたどういうセンスしてんの？かう、バカにして。この良さがわからんのか。てかフロンちゃん、今日はおとなしいね。てっきり怒鳴り込んでくると思ったのに。拾い食いでもしたの？エトナさん、今日の私は宇宙戦艦よりも大切なことがあるんです。この先にいるモンスターは私たちに倒させてください。何か訳ありのようですが、先にここへ来たのは私たちです。だったらあなたたちを倒して先へ行かせてもらうから。これはどうしても譲れない。今までとは違うみたいだな。事情はよくわからないが、俺たちが引くつもりはない。犬魔王、その身に暗黒の力を刻みつけてやる。どうしよう。ラブリー、ずるいぞ。いきますよ。やっちゃいます。いた、こんなところで。すごい。よし、どんどん行こう。強くなってみたいよ。どんどん恩返ししますよ。勝負の途中に出てくるなんてせっかちなやつだ。やはり貴様だったか。貴様とは俺様のことを覚えているようだ。あの時は逃がしたが、今回は違うぞ。お前、あのモンスターを知っているのか？
パメラ、落ちた者たちを保護してくれ。分かったわ、任せてちょうだい。やばいっす。絶体絶命のピンチで逃げ場なしっすよ。派手に暴れるのも昔と何も変わらんな。貴様が暴れられるのもあと少しだ。ここで息の根を止めてやる。なあ女神、ここは一時休戦にして協力してこいつを倒さないか。賛成っす。ピンチの時はみんなで協力するのがセオリーっすよ。そんなこと、お前たち二人であいつを倒せるのか。だからって協力なんか。いいだろう、手を貸せ沼を。ルキウス、本気なの？あいつは強い。悔しいが、俺様たちだけでは子孫じる可能性がある。絶対に逃がすわけにはいかないからな。今回だけだからね。そういうことよ、犬魔王。よし、決まりだ。犬魔王カナタの力、お前たちに貸してやる。女神リーゼリアルの侵略、しっかり見ておきなさい。リーゼル？呼びにくいでしょ。リゼリアでいいから。犬魔王、俺様の暗黒勇者の実力に見惚れるなよ。こうなったら特攻するっす。普段は雑魚でもやるときはやるっすよ。割に合わないっす。いないっす。したのか。そうみたいね。やったじゃない、ルキウス。なあ、当然だ。この俺様なら当然だ。こんな接戦だったのは久々だな。生きているのが奇跡っす。もう動けないっす。プリニー、お前の胸には今情熱が宿っているはずだ。よくわからないっすが、何か燃えてたっす。そう、それが情熱だ。助かったわ、犬魔王。正直、私たちだけじゃ勝てなかった。リゼリアの力にも助けられた。お互い様だろ。みんなは無事か？ええ、みんな無事よ。リオたちも怪我してないから安心してね。よかった。リゼリア。何？この手は。握手だ。
共に強大なモンスターを倒した仲だろ。そんなこと言われても仲間じゃないんだし。ありがとう、助かったぞ。その礼の意味もある。ありがとうって。リゼリア大丈夫？ビオ、私もう行くから。あなたを捕まえるのはまた今度にするだけだからね。待ってくれ。何？握手がまだだぞ。握手はしない。行くよルキウス。犬魔王、今度会うときは決着をつけるぞ。待て、握手が。そんなもんするか。敵だって言ってるだろ。へっ、訳のわからんやつだ。握手はダメなのか。照れているんじゃないかしら。ルキウスさん、モンスターは倒せましたか？ああ、どうにかな。ルキ、お疲れ。よかったです。本当によかったですよ。じゃあ、ついにルキウスさんは真の正義のヒーローに？なるわけないだろ。俺様は暗黒勇者だ。力で全てをねじ伏せ、暗黒で宇宙を支配するのだ。よかったね、ルキウスさん。嬉しそうで。これでひとまず一件落着だな。そうね、モンスターも退治できたし、いい感じね。私は女神よ。銀河の治安を守るのよ。一人だってできる。よし、頑張ろう。リゼリア。第8話、最高の友達。やはり俺様は強かったのだ。今日から俺様は真の暗黒勇者として目覚める時だ。まず手始めにリゼリアを倒し、次に犬魔王を倒して宇宙魔界の支配者になるぞ。リゼリアが一人になったら背後から不意打ちして。よし、完璧だ。ルキウスさんってなんか残念ですよね。ちょっと抜けているところがあるよね。ただのバカでしょ。時々かわいそうになってくるわ。でも見ているのは面白いと思うな。あのモンスターを倒してからずっとあんな感じだよね。ま、もうしばらくは放っておいてもいいかな。それじゃ重力場の調査でもしようかしらね。さてと、俺っちはコレクションの整理でもするかな。あ、ミオもお店の掃除をしないと。そうだね、早く原因が分かるといいよね。はい、
早く平和な宇宙魔界にしましょう。二人ともやりたいことって何かある？どうして？なんかありました？いや、私の調査を手伝ってばかりで、自分の目的とか好きなこととかできないんじゃないかなって。今更だよね。ごめん。私はいろいろなアイテムを見つけて、錬金術で人の役に立つものを作るのが目的なんだよ。そしてゆくゆくは究極の人参料理を作ってみんなに食べてもらいたいな。リゼリアの調査を手伝っていればいろいろなアイテムが見つかるし、私は全然問題ないよ。そっか、ならよかった。でもフロンは宇宙戦艦を探すんでしょ？それもありますが、私は人々を平和にして愛で宇宙を満たしたいです。ですから宇宙魔界を平和にするためにリゼリアさんの調査を手伝うのは当然のことですよ。それに私はルキウスさんを正義の道へ導かなければなりません。ありがとう。この調査が終わったら二人のために全力で協力するからね。それにここにいればまた私のマークドライが流れてくるかもしれませんからね。そうだね。